のっちゃん。この牛乳めっちゃ美味しい。부탁드려도되겠습니까?냉찜질15분전今日は久々に楽しかったですね。ありがとうございます。
酔っ払いみたいになってるけど全然酔ってないんですけど、あちょっと待って、それさ今のでさ顔赤くなっててガッチみたいになる。私たち2人の時間を楽しみたいと思います。せーの、おのおの、かまさまみなー、トーク嫌いごりさおねー、かまさまみなー、あんにょー、バイバーイ、バイバーイ、안녕반따로쓰세요라고이야기했고요여기에질문을쓰세요라고했어요요문법표현을써서지금에보시면저는두분을닮았어요하니까두분이면누굴까요그러면성격은아버지를닮았고외모微熱、なんか熱の割にめっちゃ体だるい。ちょっと今日早く寝て明日早く起きて勉強しようと思う。多分これ起きてても多分意味ないからちょっと今日は寝ます。皆様も風邪には気をつけてください。季節の変わり目なので、おやすみなさい。野菜いっぱいです。ね、ずっと美味しいんだけど、やばい。いただきます。めっちゃ美味しい。 YouTube ドローン久々やからさ、話したいことめっちゃあるねんけど、いつもだいたいこの食べるときに話すことをパッて思いついたらちょっと考えてるんですけど、今日はね、しばらく YouTube 撮ってなかったから話したいことがいっぱい。この休んでる間にネイルも変えました。あ
これね、何のデザインかって言ったらナイキなんですよ。ここにもナイキ、わかるかな。で、ここにもナイキのジャストスイートっていうのが書いてある。めっちゃ可愛いんですけど、チラッきな粉、そしてコンソメスープ。これはね、もう野菜をいっぱい入れました。なんかね、風邪ひいて思ったのが、やっぱ野菜食べやなんか、私韓国来てからほんまに野菜食べてなさすぎてやばいから、なんかビタミン飲んでるしいっかみたいな。てか野菜ってさ、やっぱ意識しやな、あれだね。うまっ。あ、そういえばこの風邪ひいてさ、しんどいっていうか、しんどいとかほんまにあんまり言いたくないですけどしんどかって、まあ久々にしんどかって、なんか私学校休みってほんまにこっち来てから一回も休んだことないから、多分まだ遅刻はあるけど。で、その留学生さん今語学堂に通ってるけど、やっぱ学校に行かんかったら行かんかったで後々しんどいんですよ。テスト勉強の時にその範囲の授業聞いてないからめっちゃ時間かかるじゃん、理解するのに。だから後々しんどいなら、もう今ちゃんと学校行こうっていう感じでいつも学校に行ってたんですけど、なんかだるとか思ってもう行ってたねんけど、この風邪ひいた時も絶対学校行こうと思ってたんですけど、なんかお母さんから LINE 来て、しんどかった休みみたいな感じの LINE がお母さんから来たので、この前なんか外めっちゃうるさい今日は。でさ、何の話やったっけ。うん、そう、お母さんから久々に LINE 来て、なんかしんどかった休みみたいな感じで LINE 来たんですよ。で、多分お母さんは多分めっちゃ何気なくで、なんとなく送ってくれたと思うんですけど、それでなんか、あ、休んでもいいかっていう気持ちになって、で学校休んだねんけど、なんか学校もほんまはなんか行けるっちゃ行けるぐらいのしんどさやったから、もうなんか8度5分とか9度とか出てなかったから、行けるっちゃ行けるやん、あの微熱とかって。やっぱそうやって誰かがこう休んでいいよって言ってくれると、あ、休んでいっかってなって休んじゃったんですけどだから私はみんなに言いたいですね。なんかしんどい時は学校とかいろいろ、なんかいろいろあると思うんですけど、たまには休んでいいよって言いたい。で、コメントとか DM とか見ててもいつも思う。友達のこととか、なんかいろいろな悩むことがあると思うんですけど、たまには休んでもいいと思います。休むことも自分のために大事。最近 DM とかコメント見てて思うんが、私の YouTube を見てくれてる子って中高生から私より年齢がお姉さんが30歳とか、うん、それこそお母さんくらいとかも、あの年齢とかね、男性女性の割合とかも全部見れるんですけど、結構ほんまに、もちろん女の子が多いんですけど、ほんまに年齢で言ってほんまにバラバラなんですよ。私より若い子も見てくれれば、私がこうどんどん大人になっていって言ってるのもあるけど、私より年齢がお姉さんの方もいっぱい見てくれてて、もうどんな人が見てくれてても私はもうめっちゃ嬉しいんですけど、なんか中高生の子の DM とかコメントで多いのが、なんか友達関係のことで悩んでる系の DM とかコメントがね、めっちゃ来るんですよ。で、ほんまはそれに一人ずつね返したいんですけど、なんか誰かだけに返すとかなるとさ、なんか私には返ってきてないのにってなるじゃん。だからなんかそういうのをいつも考えるんですけど、だからなかなかね、それに一人一人に返してないのが申し訳ないんですけど、私はいつも思うのは、中高生の時の友達の悩みとかそういうのはほんまに卒業したら全部消えるし、私も高校生の時はあんま友達の悩みとかなかったかな、なかったけど、中学校の時はめっちゃ、今思えば何で悩んでたのかあんま思い出せやんないけど、友達関係で悩んでたことだけは覚えてて、けど今は誰と何でとかあんま思い出せやんから、ほんまにあの中高生の友達の悩みとかはほんまにあのその時だけだから大丈夫って私はほんまに言いたくなる自分がそうやったから余計。うん、学生にね、友達の悩みはつきものやと思う。だってさ、大学とかとは違ってさ、中高生、小中学校、小中高ってさ、クラスがあるじゃん。だから絶対同じ人とおらなあかんっていう時間が絶対であるじゃん、毎日。だからそういう友達関係の悩みはつきものだと思うのね、本当に。もしね、なんかあったとしても、もう卒業したらバイバイだし、あんま深く考えすぎないこと、なんでもかんでも。そうやけど、言ってもね、難しいと思うんですけど、ほんまに、うん、なんかあんま考えすぎやマインドを何でも自分の中で身につけたら、結構ほんまに生きるのが楽になりますね、本当に。私も言いませんけど、ほんまに生きるのが楽。うん、あれ何でたんやろ、今思えばほんまに思い出せへんねんけど、まあ、けど中学生の時とかあれからなんか結構いろんなこと仲良くしたいっていう気持ちが強かったかも。けどなんかそこでいろいろなんかあったんかな、分からんけど、それを学び、高校生ではほんまに仲いい子だけ、私なんか女の子ってさ、大体グループあるじゃん、大体何人かのグループあると思うんですけど、高校生の時はほんまにどこのグループにも属してなかったっていうか一
一番仲いい子、別に友達に1番とか2番とかないんですけど、特に仲いい女の子一人と、もう3年間同じクラスでずっとその子と一緒になんかもうバカなことしてやってたから、何人かってなったらその親友と私と誰かみたいな感じでなんか遊ぶことも多かったから、全然2人だけとかじゃなかったんですけど、やっぱ友達は広く浅くっていうよりこうね、深く狭くの方が私は合ってるんだなと思った。생각부터 하는데 치울 수가 없어서 어쨌든 한 번만 해봐. 뭐지? 없어. 없는 거지. 없는 거 없는데.